昔お母さんが私には生き別れた双子の姉がいるって言ってたな。ねえお母さん、私の挨拶は？そこにない？どこ？ダメ、それは触らないで。なんで？そんなのどうでもいいから、あんたこのワイシャツ着ていきなさい。うん、ありがとう、行ってきます。おはよう。おはよう。仲のいい友達のギュウは一緒にいすぎてよく間違えられるほど、そうなの、そうなの、よくハマるし、笑いのツボも同じ。うちのお母さんさ、スーパーでバイトしてるんだけど。うちのお母さんも、うん、そう、なんか夜勤明けっていうかさ、うんうんうん、めっちゃ疲れててかわいそうだった。わかる。てかお父さんね、公務員なんだけど。うちのお父さんも公務員なんだけど。ウケるね、一緒すぎない？やばーもしかして、私たちってなわけないか。ん？何が？うん、なんでもない。てか聞いて。何？あの、ハマネプの話なんだけど、うん、またその話？わかるわかる、やばいよね。そうそうそう、そうなんだよ。わかるわかる、やばいよね。同じ位置にほくろがある。うんうん、やっぱり先生に言おうかなと思ってた前から。うん、あ、私先生とかさっき行ってきたよ。あ、そうなんだ。うん、行った方がいいと思う。あ、じゃあちょっと行ってくるね。うん。ダメ、それは触らないで。もしかしてお母さんの日記に何か書いてあるかも。やっぱり。何これ。ちょっとあんた何やってんの。お母さん、どういうこと。それは、あの、昔アイドルやってて。いや、アイドルの顔じゃねー。え？どうやらお母さんの昔の発言は冗談だったらしい。